小野隆氏7月26日隊は、体操競技の元オリンピック選手で、元カノヤ体育大学教授、秋田県の白市生まれ。現役時代は、鬼に金棒、小野に鉄棒と呼ばれたことで知られる。全日本体操競技選手権の個人総合で7回の優勝を誇り、オリンピックでも4大会連続で出場し、 金メダル5つ、銀メダル4つ、銅メダル4つを獲得した。旧制の白中学校から東京教育大学、慶応義塾大学卒。東京教育大学では、久保田翔偉と学生寮で相部屋だった。同大学1年の時に、高校教師だった父親を亡くす。同大学3年の時に1952年、ヘルシンキオリンピックに出場市長場で、体操競技では、 日本初となる銅メダルを獲得。1956年メルボルンオリンピックの鉄棒で、ひねり飛び越しを成功させ体操競技で日本人最初の金メダリストとなった。慶応義塾大学卒業と同時に東洋レオンに入社する。志賀工場勤務を経て東京本社勤務。社業を終えた後に母校の体育館で練習を続けながらの競技生活を送る。 1960年ローマオリンピックでは、初の団体総合優勝に貢献、鉄棒で、連覇の他に、長馬でも、金メダルを獲得し、日本の男子体操黄金時代の礎を築いた。一方、個人総合では、メルボルン大会は、平行棒、床の着地で失敗し、ビクトルチュカリンに、ローマ大会は、ボリッシャハリンと、いずれもソビート連邦の選手に0.05点の、 金差で敗れ、金メダルに手が届かなかった。1964年の東京オリンピックでは、日本選手団首相に指名され、開会式では、選手先生を務めた。すでに選手としてはピークを過ぎており、本番では、大会前に痛めた方に、麻酔の注射を打って、演技に臨んだが個人でのメダル獲得はならず、団体総合の一員としてのみ金メダルを授与された。小野は 日本のオリンピック選手としては初めて夏季大会に4大会連続で代表に選ばれて出場した選手である。出場したすべての大会でメダルを獲得しており、夏季大会4大会連続メダルは、谷良子が更新するまでは、日本人最多であった。また、獲得したメダルの総数13個は、加藤沢浦を抑えて、日本人最多となっている。一時期、学校法人、 二階堂学園の常務理事を務めた。1998年に国際体操殿堂入り。2011年10月1日、東京都名誉都民に検証。現在は日本マレットゴルフ協会会長。日本スポーツクラブ協会元相談役。2016年文化功労者に選出される。妻の清子とは1952年の国民体育大会で知り合った。 キ子にオリンピック出場できる素質を感じたオノは指導をするうちに恋が芽生え、二人は1958年に結婚しており、ローマオリンピック、東京オリンピックで夫婦共に日本代表として出場、東京オリンピックでは夫婦揃ってメダリストとなった。二人の間には息子二人、娘三人が生まれた。1964年撮影、1964年撮影。 ありがとうございます。